山です。ふみです。若手 TV です。今回渋谷でやりたい企画があります。はい、工学駅初めてのアルバイト失敗談調査やっていただきます。大学生活皆さん迎えるわけですけども、はい、大学生活の醍醐味といえば、はい、サークルとバイトやと思うんですよ。ですね。初めてアルバイトするっていうの多いんで、どんな失敗してきたのか、特に工学歴に絞ってね、はい、聞いていきたいと思ってます。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄ツイッターとインスタのも絶対やりましょう。続いてアルバイト大調査スタート。わかって TV。今回あの女の子大学生たち見つけました、はい、みんな同じ大学やね。はい、じゃあお姉さん代表して今何大学やってますか？横浜国立大学。おお、出た。学部は経営学。経営。今回なんですけども、はい、工学歴初めてのアルバイト失敗談調査という企画をしてまして、はい、バイトはみんなしてる。あ、じゃあそれぞれ業種聞きましょうか。ね、スポーツ系です。おい、お、何スポーツ、どんなやつ？コナミでやってます。コナミ。お姉さんは本屋で働いてます。本屋。私飲食。一つはクワイナってハンバーガー屋さん。クワイナ有名なハンバーガー屋さん。うまいです。もうちょっとこれから始めるんですけど、はい、ラクロスバーがあって、ラクロスを見ながらお酒を飲むみたいな。あ、そう、なんかラクロスターがみんなやってる。お客様ラクロスターみたいな。誰も来なくて潰れます。やめろ。お前、おい、いやいや、いるでしょ、人口。まあまあ、しかもお姉さんの番宣しないでください。広報の人今日持ってるし、ララクロス。本屋。本屋ね、ちょっと知的よね、これ高学歴ならではとか、はい、書店名とか言っちゃって大丈夫ですか？ユーリンドーさんね、鉄壁買う受験生とかおったら、こいつ強いと思う。いやいや、何を判断してるんだよ、お前。意思的な感情いらないんだよ。いらないのね。買うときにね。そしたらエロ本買うやつとか嫌でしょ、そんなの。やめてや、本当に。こいつ、性欲強い。やめろ、お前。その本屋さんバイトの失敗談とかないですか？ちょっとミスっちゃったとか。バイト固定金なので、はいはい、遊びたいときとかは、はい、店長にすみません、ちょっと大学で予定が入って、って言って休んだりはします。いや、 YouTube 流れてるよ。研究しといてください。 やめろ、お前。赤本運ぶ仕事させておいてください。違う、おい、なんで赤本。あと何やったっけ、ジムか。ジムのバイトってどんな感じなんですか？見回りとかですか？プールとか。こういうやつ漏れたらどうするんですか？届きます。出来地さすな。ただでさえ学歴の波に溺れとんねん。いやいや、もう溺れて沈んだから。ちょっともったいないよ。だって横国の頭を持って。確かに確かに。正直、日体大でできるバイトをやってる。確かに、見回るだけやもんね。そう。楽しいですか？どうですか？プールは結構暇なことが多いので、監視塔みたいなところでよく寝てます。はい、意味なし。やめろ。意味なし。横国、モラルないんか。飲食どうすか？飲食一応。何系ですか？あ、ラーメン。ラーメン屋さん。ラーメン屋いいね。何系のラーメンですか？おえー、お前の方見て豚骨系って言ったよ。おえー、俺で出汁取るなよ。俺の背脂使うなって。女の子で豚骨ラーメン屋さんでバイトってちょっとなんかギャップというか、なんでそのバイト選んだんですか？ちょっとやっぱギャップを狙いに行きました。何それ。いや、ちょっといいぞ、この女。豚骨臭するんじゃないですか？やばいじゃんそれ。焼肉屋に勤めた彼女がいたんだけど、はいはい、毎回あの家帰ってきて、はい、すぐエッチしたいけどみんなすぐシャワー浴びるっていう。まあ、ありましたよ、お前。ビーヤマの位置も興奮するね。やめろ、お前。サークルのね、部室とかで話してたバイト失敗談みたいな、お互い暴露みたいな。あ、確かにね、そんなあったらおもろいですよ。ほら、ある。いつも遅番で、締めまでやって帰るんですよ、はい、この方、はいはい、社員の人と、え、飲むみたいな雰囲気になったらしくて、カラオケ2人で行ったら、めっちゃ、めっちゃ、で、ね、なんかそれちょっといろいろとあって、お母さんバイト辞めるらしい。やめて。いや、失敗してる。やばい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 。危なかったのかな、もしかしたら。危ないなと。これから今大学1年生がバイト選ぶんですよ、うん、メッセージというかアドバイスとかありますか？うん、頭の悪そうな人のがいる社員。ちゃんとしたモラルを持った方がいる職場で働いた方がいいと思います。そういうことですよ。間違いない、ね、危ない。渋谷で男の子見つけました、はい、今通ってる大学学部教えてください。明治大学工学部。明治の明治ね。今回アルバイト失敗談調査って企画やってるんですけど、はい、なんかアルバイトとかしてますか？抹茶で。おお、出ました。タピオカを餌に女子高生狙ってる。やめろ、お前。どうなんですか、抹茶のバイトは？外国人のお客さんとかめっちゃ来て、はい、英語全然できなくて、はいはいはい、全部日本語で対応してます。明治のくせに頼りないな。やめろ、お前。でなんか年間に4つ英語の授業あるんですけど、あ、そうなの、多いね。3つ落としちゃった。弱ですね。どっかの誰かも英語できなくて東大落ちてましたけど。いや、俺や、120点中80取らなあかんとこ50しか取れんかったよ。今暇なんちゃうの？忙しい。意外にね。俺もタピオカ飲んだことなくて、タピオカだけじゃなくて、お茶もあるよっていう。お茶が主流な店なんですよ。あ、そうなの、そうなの。みんなお茶飲みに来てほしいですね。金払ってお茶飲むか。やめろ、お前。バイトのあるあるとかないの？お客さんに商品のこと説明するために、はいはい、一杯出勤したら飲めるみたいな制度があって、朝とか忙しくて昼食抜く時はタピオカを飯にしてます。の
にはたまらないバイトっすね。確かに確かに確かに、はい、僕はあんま好きじゃないんで。なんやねん、やめちまえよ。やめちまえよ、ほんとに。じゃあ、渋谷で男の子3人見つけました。じゃあお兄さん、今通ってる大学学部教えてください。工科大学の商学部経営学です。お兄さんは慶応義塾大学商学部商学部の九州大学の工学部です。おお、じゃあここ2人やね、はい、アルバイト失敗談集めてるんですけど、バイトとかやられてますか？今は派遣のアルバイトしてるんですけど。派遣ですか？横浜スタジアムのアルバイトに入ったりとか。ライブ設営みたいなことですね、はい、ね、やってますか？すごいね。失敗談とかありますか？派遣のアルバイトなんて一期一会になってしまって、友達があんまりできない。あー言い方すな。設営バイト俺も派遣でやってたことあるんだけど、ね、はい、一回夏休みに、はい、昭和記念公園で花火大会あるんですよ、はいはいはい、そこの設営バイトやったんだけど、はい、20人ぐらい炎天下の中バイトしてて、はいはい、バイトリーダーみたいなおっちゃんが、はいはい、お前らもう大学さえ動けみたいな、はい、荷物運べみたいな、みんな肉体労働させられて、早慶の学生とかが、そう、20人中10人ぐらい熱中症で倒れる。いや、旧日本軍。いや、報道きつかったマジで。おすすめできますか？できません。あ、はい、そうなんや。ちなみに B 山も若手 TV 派遣のバイトで今日来てます。お、やめろお前、言うなそれ。お払いで。嘘だよ。お兄さんは九州大学、はい、何のバイトやってますか？焼肉店のバイト。焼肉屋出ました。旧帝国大学じゃないですか、ね、やっぱ塾講師のある人が多いんかなと思ってたんやけど、ねえねえねえ、焼肉店にした理由は何なんですか？なんか焼肉店の方が楽しいかなって。あ、結構ワイワイガヤガヤね。なるほどなるほど。可愛い女の子いっぱいバイトしてるんで。あ、バイトで、ね、可愛い女の子いいんで。可愛い女の子の炙りカルビ美味しそうやな。いや、何を言うとるんじゃお前。俺一番嫌いなのが、バイト同士で旅行行った写真とか飾ってる店、うんうん、俺一番嫌い。いや、いいでしょ、みんな仲良くやってるじゃん。講師混同すな。いや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 、飯食ってる時に、うん、うわ、バイト同士だから喋ってんなーっていう声聞こえてきたら俺イラッとする。ああ、それは嫌だね。確かに兄弟様が飯食っとんじゃん、おとなしくしとけと思う。兄弟関係ないし、ただの嫉妬だからな、お前それ。あ、そうだな。福岡大の彼ちょかわいそうだよ。何のバイトしてんの？カラオケのバイト。カラオケ失敗だ。おもろい話ありそう。カラオケ聞いたことはあるんですけど、店員側の話なんですけど、店員側結構田舎の方の店舗で、はいはい、深夜帯に3人入ってて、はいはい、女性が1人で男性が2人、はい、おいおいおい、誰も人が来ないような店舗だったらしくて、一人、ね、まあ、女性と男性で一人残した状態で、その二人が部屋に入って、こうやって、その後に男性入れ替わってやってるみたいな。風俗2回転してるやん。やめろ。防犯カメラとかじゃ見えんじゃないの？自分たちは見れないんで、部屋の中の防犯カメラとかは、うん、あるかもどうかもわからないんで。カラオケ行ったらね、ビーヤマの悪事があれバレんってよ。やめろ。別のマイク握ってもらって。やめろ。男の子見つけました、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてください。岐阜大学工学部の電気電子情報工学科の情報コースです。まあ国立ですね、はい、工学歴初めてのアルバイト失敗談調査という企画をやってまして、なんかバイトとかやってますか？バイトは今やってるのは魚べ。魚べ何屋さんですか？寿司屋さん。回転寿司。回転寿司、うん、はい、まあチェーンですね、はい、なるほどなるほど、はい、大変とかあります？回転寿司、回転寿司ってめちゃくちゃいろいろ頼むじゃないですか。確かに確かに、注文リストみたいなのがめちゃくちゃドラララって止まってて、なるほどなるほど、それがなかなかさばきづらい。昔のセンター試験的なね、勝負をたくさん解くみたいなね。普通のパスタ屋とかは国立2次みたいな、はい、どん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 、そういうことでしょ？そういうことだと思います。ボンボンボンみたいな。あ、そうね、センター試験。あー、そうね。まあ、あとは、まあ、武田塾のルートみたいな。他なんか大変やった失敗談みたいな。あー、この前にスキヤっていう場所に勤めてたんですけど。あー、スキヤ、はい、スキヤってファストフードって言って、まあ、値段帯が安いんですよ。そうですね、はい、で、恋ガスの誰がチー牛や。言いたかったやつ。誰がチー牛や。言いたかったやつ。何がスキヤや。ファストフードって、まあ、はい、安いんであんま良くないかもしれないですけど、値段帯と客層って割と比例してるところあるなっていうのが、中には大変なお客さんがいらっしゃって、僕ドライブスルー担当したんですけど、はいはいはい、いらっしゃいませ、何かご注文ありますかみたいな聞くんですよ、はい、声がちょっと小さかったみたいで、あーみたいな感じ聞こえたんですけど、大きめの声で頑張ってたら、ふざけんな聞こえねえよみたいな。めちゃくちゃ怒られて。学歴も比例します。やめろお前。いや、その通りだけどな。切れてたやつ多分低学歴。やめろお前。渋谷でカップルの方見つけました、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？オーベリン大学友人文化学部。君顔だけのタイプやね。やめろお前。どういうことだよお前。お姉さんは今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？東京医科歯科大学の瀬川と瀬川さん。やめろおい。高学歴アルバイト失敗談調査という企画をやってまして、お姉さんですね。まあそうですね、ちょっとお姉さんとりあえずね、バイトとかなんかやられてますか？何系ですか？高級な。なんで君が喋ってるの？ひも言うな。高級なレストランで。高級レストラン。高級レストランって学歴採用なんやね。いや違うでしょうよ。ジンジャーエールを13時に入れちゃいました。
あらお客さんどうだったの？めっちゃ優しい方で、もう可愛いから許されてるだけや。俺でも許してよ。絶対切れられる。一応ひもなりのね、ひもなりの低学歴のひもなりのお仕事とかされてるんですか？一応あの学生なんですけど、はいはいはい、モデル業。モデル、オービリーのくせに。いやいや、やめろ、オービリー関係ない別に。結構儲かるんですか、モデルとかは？いや、全然。あ、ひもです。出会いはどういう？前のバイト先で。あ、バイトで出会ってんだ。そうです。カフェってこと？そうです、カフェ。わあ、いいな。バイトの失敗談じゃなくて成功談やな。いや、確かに。絡まれました。ちょっと、ガシカが大ビリに絡まれるっていう。初めはバイトの人でしょ、はい、で、どっからこの人ちょっと男としていいかもって思った。最初に好きって言ってくれた時に、はい、ちょっと言い過ぎて、ただしイケメンに限るってやつ。ちょっとあのこいつが好きって言っても全然気にならない。響かないよ。ただのストーカーになりますから、ね、バイトの人に好きって言えばいいんでしょ。そう、いやいや、カフェバイトで。そうやってきました、高学歴の初めてのアルバイト失敗談調査、はい、皆さんね、やっぱバイトで、うん、まあ、いろんなトラブル、はい、失敗談巻き込まれてますね、はい、ありましたね、ありましたね、やっぱバイト選び気をつけないとですね、はい、まあ、でもカラオケとかでハプニングもありましたけども、はいはいはい、まあ、そういうちょっと面白いエピソードもね、うん、ぜひ皆さんコメントから書いてもらえたらと思います、うん、皆さんチャンネル登録、高評価、誰かツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺で、はい、はい。